こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです、サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビット青やっていきたいと思います。さあ、いよいよですね、N2 に上がって初めての公式戦、リーダビスタ戦が行われます。まずはオファーを見てみましょう。安い下から見ていきますが、特に女子選手はおらないようですね。ルケって女子選手なんかな？いや、男子選手か。ちびっこ球技場という球技場です、ありますね。そう、これはベストメンバーに行ってみましょう。最初ですからね。さあ、マークする選手はそんなに強い感じはしないんですけど、画面を見てみます、はい、それでは試合を行いたいと思います。おっと、まあそうか、ホームスタンドなんだ、ちょびっと球技場というのは。なのでこちらの方が勝率は高いとトトカルチョでは思われてますね。まあ、ほぼ現行でのベストメンバーを揃えたので、勝つかどうかはわからないですけど、いい試合見せてほしいです。さあ、早くもちょっと嫌な流れだ。おー、なんとかセーブしたんですけど、ピンチは続きます。おー、危なかったですね。そして、窓かから見よ。メガウチ、うまく突破したが。今日の、おー、なんか相手を、なんか、突破力っていうのはさすがですね。強引に突破するっていうよりは、相手の動きを見て、こう、裏をかくっていうのが、うまいチームなんだなと思います。ちょっと、この試合は押されてるかな。お、早くも、相手チーム、たまえにイエローカードが出ました。さあ、くるみが抜けた？入った！先取点！やりました。マドカが蹴って、クルミがこう抜けて、ボールを自在に操りますね。スタミナ強化はのカードはありがたいです。スタミナがなくなると怪我もしやすくなりますし、スタミナ走力は全ておいて重要ですからね。くるみ？くるみから？誰だ？メガグチ。おっと！ファールです。さあ、フリーキックです。くるみが？あやか。あー、残念。おっと、ちょっとやばいかな？戻してくれた。ちょっと助かりましたね、逆に。一気に攻められた方がやばかったかも。さあ、色紙はちょっとピンチ。
あー、同点に追いつかれました。動きがもたもたしてる感じですね。ちょっとフォーメーションを変えてみますか。これどうにかなるものでもないのかもしれないですけど、なんとなく、ツートップからさすがに怒りますよね。おっと、またファール、またイエローカードですね。今度は幸子です。女子選手持ってんのか、羨ましい限りです。さあ、ここは気をつけないといけません。ロスタイムは3分。ここはなんとか防いでほしい。さあ、最後のコーナーキックですよね。ここは防が、おっと、なんとか耐えました。さあ、選手交代は、特に必要ないのかな。まあ、まあ、いい選手ですからね、みんな。ハザードなどかを交換スイッチしましょう。ハザードかをメガ口とスイッチ。一人チェンジさせました。さあ、これでどうなりますか。メガ口、ちょっと不用意すぎた。キック力もなかなかですね。あーっと、ちょっとやばいか、中川原。菊池が、あーっと、抜けられた。おっと、よくキーパー、ここは防いだ。が、まだピンチは続くが、なんとかここはカバーしました。おっと、ロングパスで、くるみだ。ちょっとシュートに勢いがなかったか。体勢も良くなかったですからね。おっと、やばい。ちょっと相手にボールを与えてる時間帯が長いのかな。さて、三木本とカルデ、カルデにミオをチェンジさせましょう。あとは、ディフェンダーですね。福山を、藤原とチェンジ。こちらから、綾香とチェンジかな。まあ、藤原とですね、福山を、チェンジさせて、ちょっと怪我してる？立ち上がりましたが。これはファールなのか？ファールですね。さあ、浜田。抜けて。おっと、浜田が直接シュートです。これはさすがにきついですね。おっと、さあ、2度。いやー、ノーホイッスル。そのから今日の緑が取り返しましたが、すぐに取られる。幸子が、これはノーホイッスル。おー、苦し紛れですね。前に出した方が良かったんじゃないかな。ん？緑が取りました。おっと、これはロングパスにかけたんですけど、うわ、すごい、ジャンプした。やっぱり N2 近いです。やばい。おー、息も抜かせぬ展開が続きます。こ
わあ、これはちょっとやばいかな。おお、防ぎました。このまま試合終わってしまいそうですね。はい、ドローで試合終了です。まあ、この辺なんか中川はな、すごいな、まあ、序盤すごくピンチが続きます。立て続けに、そんな中のくるみが鮮やかなミラクルプレイ、見事でしたね。先制しました。重い空気を一変させたかに思われたのですが、あ、これは仕方ないですね。この後のこの同点打、敷島のこれ、もう少しディフェンダーが動いて反応してくれたらよかったんですけど、からもうずっとチャンスらしきチャンスがなかなかないっていう流れで、まあ、あのこの VTR では飛んでるんですけど、その後抑えっぱなし、これも結構危なかった。最後もまあ、あの 64% を支配されてますね。これはよくあのくるみが1点取ってくれたかと思います。ちょっとない内容が良くないですね。さて、あの先ほどのあの動画広告だったんですけど、強化カードがもらえただけでした。はい、というわけで1試合終了。まだ何とも言えないですね。まあ、この年はあの、ステップリーグに上がった最初の年、まあ、2年目と同様に最下位にならないということを目指して頑張りたいと思います。8位最下位になったら、すぐ落ちるんじゃなくて入れ替え戦があって、その入れ替え戦に敗れて初めて降格ですか。まあ落ちにくいとは思うんですけど、最下位にならないに越したことはないですね。いるかな。ちょっとこのクラスになってくると、かける金額に対してメリットがないな。初戦結果はドローでしたが、内容としては相当押されてた、実質負けに等しい試合だったと思います。まあ、これから特訓カードをもらいながら選手を強化しつつ、少しずつ力をつけていきたいと思います。はい、次回もよろしくお願いいたします。説明欄に、
ブログ、ツイッターのアドレス、記載してますので、もし時間がありましたらアクセスお願いいたします。またこの動画の最後に、関連動画プレイリスト、こちらを載せますので、よろしければアクセスしに行ってください。またチャンネル登録まだの方も登録お願いいたします。カルチョビット、次回お楽しみに。ゲーム動画で行こうでした。